シャーズスタイル TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。12月もですね、チャーズスタイル TV、まあ、いろんな女性のためのですね、役に立つ情報を配信していこうと思っております。ゲストは、今回、三住珠代法律事務所、三住珠代弁護士です。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私たち今日なんかピンってしてね。うん。なんで、壁に張り付いてるようになってる、はい。はい。感じ。その通りなんです。はい、やるけど、まあ見た目はあんま変わんないです。はい。まあ、今日はですね、福岡からお届けしていますけども、今日はいいお天気になりましたね。そうですね、ポカポカ陽気でね。うん、朝は寒かったけど、明日からちょっとなんか嵐みたいに。そうね。なるらしいですよ。うん、やっぱりもう年末年始。いろんな、でも本当に北海道はね、すごい雪だったでしょ、2日前とかね。なんか福岡越えて暖かかったりね。ほんと、なんか縦長いなと思うけど、アメリカのほら、竜巻どうあれすごかったよね。すごい竜巻、犠牲者すごいでしょ、うん、すごい。建物がだって、なくなるぐらいって、ちょっと想像できないですよね。一瞬にしてね。そうね。やっぱこう自然のね、やっぱ破壊が、こうやって目に見えるようになったってことなんですかね。じゃないですか、地球温暖化。しか考えられないでしょ、だってね。ちょっとおかしいですもんね。おかしいですよね。九州、日本もね、台風の時期とか、台風の規模とか、雨が降り始めたらもう土砂降りとか、そう、アマゾンみたいなね。アマゾンみたいになってるから、こう、なんか、中学校とか小学校で習った気候、なんとか帯みたいな亜熱帯とか、熱帯雨林とか、ね、熱帯気候とか。その辺が多分変わってるんじゃないかなと思いますよね。いや、だからね、日本、その季節が、もう分かりにくくなってきたのが日本は。春と秋が短いですよね。そう。なんかずっと夏と冬って感じですもんね。でもまだあるからいいよね。そうね。まだね。うん、四季があるから、やっぱり。文化が生まれるよね。だからお花とか、まあ紅葉とか、そういうね、自然が教えてくれる感じですよね、今はね。本当に。まあそんな、ね、こんなな。そんなこんなな、ぽかぽか陽気でね。今日はですね、いいんですけど、まあ寒いエリアで、からですね、見ていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、まあ雨だったり雪だったり、まあ、今、気温の変化も結構あると思うからですね。まあ、気をつけながら、12月忙しい。まだあと半分ですね。もう半分折り返しになりましたけども、今年の最後の締めくくりをですね、していけたらいいなと思っています。はい。で、私たちのいろんな、お便りをですね、いただいているんですが、ありがとうございます。今回ですね、まあ、ちょっと、思うところというか、のがあって、ということで、のお便りいただきました。ありがとうございます。ご紹介したいと思います。こんにちは。いつも楽しく見ています。笑い。これ何ですかね笑い。はい。よかったです。はい、思っていただいて。怒ってたら怖いですね。はい。私の不満なのですが、コロナで会社の飲み会など、しばらくなくなっていたのに、感染者数が落ち着いてから飲み会が再開されました。憂鬱です。どうやって断ったら角が立たないかなと、点々。夜の飲み会がない生活に慣れてしまってしんどいです。部署内の雰囲気を壊したくないと思っていますし、社内に嫌いな人がいるわけではないです。面倒な感じです。人事評価に関係するのかなと思ったりしますが、別にいいやとも思ってしまいます。自分勝手なんでしょうね。私みたいな人いるんじゃないかなと思います。どう思われますか？という、お便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構聞きますよね。はい、だと思いますよね。特にまたこのコロナでね、みんなライフスタイルが思いっきり変わって、自分の調子っていうかね、やっぱ体の調子もそれで、そのね、リズムでやってたでしょうから、そこにまた夜遅くまで飲み会となるとですね。なんか、しばらく、1年以上、なかったですよね。なかったですよね。で、今も、まあ、いいとか悪いとか置いといて、そのやっぱり、企業によってはそういう忘年会とか。はい。そう。なしですよね。なしですよね。なしのところもあるし、その人数を絞って。絞ってね。っていうの個別にね、やればいいっていうところもあって、ゼロっていうわけにもいかない、そういう飲み会自体が悪いとは一つも思いませんね。楽しんだらいいと思うんですけれども、その楽しめない場合っていう話ですよね。
やっぱりこう自分の生活スタイル、そうね、いきなりコロナになった時も、うん、私たちは、うん、強くストレスを感じたわけですよね。そうね、逆に、うん、そう。出ていけないとか、人に会えないストレスが一番最初、うん、最初と、一番最初って恐怖じゃなかったですかね。恐怖だった。うん。なんか閉塞感。うん、閉塞感、ものすごい閉塞感。気が見えない。そう。まあ、それで逆に家族の LINE がもうめちゃ、家族 LINE が、家族 LINE が大発展してですね。新しいメニューもできるしね。そうですよ、最初の時期。本当ですよ。いや、本当、本当ですよ。でも、プラスを転じて、いやいや、生み出すっていう。いや、それは、アイコイズムでしょ。はい、だからね、でも、本当にショックでしたね。慣れるまで、やっぱり、やっぱりそれで打つとかね。うんうん、そうですね。やっぱりいらっしゃったと思いますよね。いや、やっぱりこう、変化っていうことに、やっぱりその、誰でも弱いですし、年、うん、を取れば取るほど安定志向になってくるじゃないですか。うん、いや、わかります。で、その変わりたくないっていう気持ちが強くなるので、うん、まあいろんなことに腰が重くなったりとかもあると思うんですね。うん、そうですね。で、まあその若くても、やっぱりその変化っていうことに対しては大きなストレスを感じますよね。うんうんで、特にあれかもしれませんね。女性はこう、やっぱり体のリズムとかが、やっぱり、ホルモンバランスとかね、すごく大事で、やっぱ睡眠時間とかもすごく大事だから、男性以上にもしかしたら、科学的根拠はわかりませんか、影響を受けやすいかもしれませんね。でもその分変化に強いとも言われるので。まあ逆にですね、慣れてしまえばこっちの方が。乗り越えた後は、っていうのは、柔軟性があるのかもしれないけど。特に九州の女性あると思います。うん、ねえ、ね。だけど、やっぱりそういう、こう、環境の変化っていうところ、一生懸命私たちって、こう、ついていって、うん、オンラインで、その会議がね、うん、あって、うん、で、今までなんかやったことないのに、うん、そのね、オンラインが通常になって、うん、で、ズームの使い方だったり、そういう Google のね、うん、使い方とかももう、あたふたしながら、やってきたわけですよね。うん、そうですね。で、まあ、当然その間はその人と会うのも禁止されたり、うん、その外に出れない、こう、なんか本当恐怖の、なんかね、何だったんだっていうぐらい。だってね、すごい、もう、街8時過ぎたら、事務所大名ですけど、とか、天神とか、人がいないんですよね。うん、っていうか、電気消えてますからね。もう怖かった、ね。寂しかったですね。そうね。うん、いや今でも、うん、じゃあ、前のように戻ったかっていうと、うん、いや人では戻ってない、まだ綺麗にはね、戻ってはもちろんない。うんから、まあ、通勤とか、通学も、こう、うん、みんな、ちょっと時差とか、使ってるからですね、うん。そうですね。少しは。そうですよ。ねえ、こう。それとこういうパーテーションとかね、変わらずありますので。そうですね。ねそういうので、こう、まだ様子見てるところではあるんですが、うん、まあ、確かに、今、徐々に、こう、飲み会っていうことだったり、うんうん、その、懇親会っていうものは、再開されつつあると思います。うんうんうん、で、一方では、やはりその、飲食業だったり、うんうんうん、その全体的な、うん、産業の発展っていうところではですね、うんうん、人のやっぱり往来とか、うん、交流っていうことは、やっぱり、うん、止められないこともあるのはわかるんですけども、うんうん、そうですね。それによって、やっぱり精神的に憂鬱な、憂鬱にならないといけない要件が出てきたっていうことですよね。うんうん、そうですね。うん、多分、コロナ前は、もしかしたらそれに疑問を感じてなくて言ってたかもしれないですよね。で、うん、コロナで家、こう、そういうのに行かなくなって、うん、自分にとって、こう、本当に必要だったものが何なのかっていうものが割と見えてきましたよね。はい、そうですね。そうなると、うん、そこで気づいたこともあるかもしれませんね。そうですね。無理やり楽しみに合わせていた自分とかね。そうね。ね。なるほどね。うん、だからそう飲み会が億劫っていうのはそういうことでしょう。そうですよね、うん。単にやっぱりまあ確かにコロナでリズムが変わってっていうことで億劫っていうのはあるけど、うんうん、しかしやっぱり本当に楽しい相手とだったら、うん、やっぱ楽しい食事、うんうんうん、だし、待ちに待った。だからそこなんですよ。でもね、私仕事でですね、ええ、この職場で、ええ、まあ、あったでしょ、うん、ここ、職場の飲み会に書いてるんですけど、うんうんうん、職場で、だって顔合わせてるわけでしょ、うんうん、そうですね。で、その後に、うん、何か理由があるんですかね、歓迎会だったり、その忘年会とか。うんうんってことなんですかね。何が理由って何この飲み会がある。ある理由。昔から会ってるんでしょうけどね。で、ほら、なんていうのこう、
管理職とかの気持ちとして、うん、まあ、仲良くしたいなっていう上からの思いやりっていう部分もあると思うんですけど、思いやりが若干迷惑だったりするわけですよね。そうよね。その辺がね。その辺のね、上手なリーダーがいればいい、楽しいんでしょうけどね。うん、ただあれだ、なんじゃないですか。やっぱり一つ私は思うのは、やっぱり食べ物を一緒に食べるっていうのは、結構一つのチームを作っていく上ではすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり食べ物、そういう意味では食べ物、うん、同じ食べ物を囲む、ね、そう、円卓、うん、やっぱりその鍋とかね、うん、まあ今何ついにかわかんないけど、その、やっぱり何かを囲むっていうのは、すごく和を作るには、本当にね、やっぱり、うん、だってやっぱり食事しながらミーティングしてる、まあね、うん、ちょっと今マスクしながらでしょうけど、うん、とか、いっぱいありますよね、ランチミーティングとか、モーニングミーティングとか、はい、私ね、やっぱり食事しながらっていうのはいいと思う。なるほど。昔だって、いろりを囲むっていうのから始まってね、いますよね。だから、それが、うん、それが本当だから、うん、それがか、その部署とかね、うん、の式につながるようにするのが本当だと思うけど、うん、それが式につながらないんだったら、その開催者が、やっぱりこう、心が行き届かない。うん、心配りが行き届かなくて、どっちかというと自分が楽しむ。表面上になっちゃう。で、自分が飲み、なんか、ドロドロの、うん、ガンガン飲んで、うん、自分でワイワイ騒いで、うん、なんか楽しいだろうの押し付けとか、そういう飲み会だと思う。なるほど。やっぱ、じゃないかなと思いますけどね。嫌な飲み会ってなんか。そうですよね。だって人間関係悪くないんで。うんうん、そうそうそう。だから、別にね、嫌いな人がいるわけじゃなくて面倒だっていうことで、うん、体力的なこともありますよね。うん、なんか体力落ちませんでした、うんうん、体力落ちますよ、筋肉落ちたから。そう、いや、コロナの、うん、いや、ちょっと自分あれ思いました。バランス。そうそう、うちの会社は、バランス、あ、今日座ってないじゃないですか。今日もとてもよかったです、ね。うん、愛子さんはもう、あれですよ、ね。実はこの椅子に、今日は本当に椅子なんですけど、前回までバランスボール、私は普通に椅子でこう、ボヤンボヤンボヤンって、腹筋が鍛えられてない座り方しちゃってますけど、愛子さんはずっとバランスボールでね、リリック。はい。いや、うち会社は、みんなバランスボールなんですよ。椅子が？はい。で、でもね。最初はどうなるんでしょう慣れるまで。慣れるまではね、やっぱね、不安定で。仕事に集中できるんでしょうか？あ、でも、慣れればすぐ大丈夫なんだけど、なるほど。ただ、座り方間違えると意味がないらしいんですよ。ああ、筋肉。だから、そう。筋肉つけるその、軸をね。そう。なんかつかないんでしょ？そう。ヘトってやったら。そう。だから、私も正しいかはね、背中ではない。いや、でもほら、引き締まってます。自己満足。引き締まってましたよ。自己満足でいいんです。だけど、まあ、健康で。いや、筋肉、絶対筋肉なんですよ。やってます、ストレッチ。いや、ストレッチ。ストレッチの、だから、ほら、怠りがちなんですけど、追い出した後には、うん、そうそう、だから、スクワットとか、背伸び。ああ、背伸び。結構大事らしいですよね、こうやって背筋力鍛えて。あと、ゴルフのレッスンで。やってるんだ。うん、まあでも、相当忙しくすぎて、いけないんですよ。本当にいけないんですよ。遊んでるわけじゃなくて、本当にいけなくて、本当健康管理自分でできないから、うん、パーソナルトレーナーみたいなゴルフでつけて、筋トレして帰るときにはやっぱバシッとやっぱ頭の際も違いますね。全然違う。うん、1時間だけ筋トレを本当にそうなりきついよね。だから自分で諦めそうになるから、そのトレーナーが必要なんですね。はい、もう一回とか言って、はいとか言って。ラストって、ね。そうそうそう。何回ラストが続くんやね。そうそうそう。もういいでしょうかみたいな。それをやらないと、うんやっぱ筋肉ってつかなくって、うん、その直後っていうのは本当についてるじゃないですか。ね、だから、すごいと思いますね。仕事の意欲とか。で、やっぱりすぐに落ちる。うん、この年になると落ちていくので。うん、まあ、だからその追っかけっこですもんね。追いかけっこ。だから、ね、ある程度続けないといけないんですけど、間が空きすぎるっていうところが、私の難点なんです。間空くとまたきついでしょ？うん、きついんですよ。だからトレーナーが必要なんですけど。いや、だから、そう、定期的に。しとけばまだいいけど、うん、こうちょっと間がなくてまたほら一番一からやり直したんですよ。そうきついですもんね。ちょっとしんどいですもんね、うん。でも確かに体力落ちたっていうのがめんどくさ、なんかね、意識でめんどくさくなるのは体の体力落ちてるからめんどくさくなるっていうのはある、大いにあると思いませんか。年齢とかと関係ありますもんね。で、そう、年齢って何言ってたら筋肉落ちていくってことですよね。筋量がね。いやでもそれは。気持ち、気力、体力っていうところが、そう。比例してるってことですね。比例してると思いますよね。だから、慌てて今やってます。
いや、如実に現れてるから、もうね、この仕事はやっぱり戦っていかなきゃいけないから。そうね、そうね、気力がありますもんね。うん、絶対そうですね。気力もいるしね、体力もいるし。そう。ね、菊丸、ね、力もいるし。ね。いや、でも、今、その、オンラインで、結構、こう、やることが、やっぱ、私もすごく増えてたんですね。で、そういうの、便利は便利だし、時間を有効に使えるっていうことだったり、距離を考えずに、いろんな方とアプローチして、交流が、深められるっていう可能性が、広がるっていう利点は本当にあるんですけども、座って話すから、そう。まあ、だからちょっとバランスボールっていうので、こう、足腰ね、少しやってみてるんだけど、その座るっていう時間が長くなると、やっぱり健康に対してはよくならしいですね。反比例なんですよね。で、やっぱり人間ってもともと立って歩くための、こう体の構造だから、座る時間が長いと、やっぱ腰とか、当然、負担が、腰痛とか、目が疲れて、こうね、血流が悪くなるとかがあるみたいな。確かに。だからね、私、立って、オンラインを、のミーティングするように、ちょっと高いね、ところにしようかなと思ったり。いいよね。そう。いいと思う。ホテルのスピーチ台みたいな置いといてね。そうですね。円台みたいな。円台。高い折りたたみみたいに用意しとけばいいよね。ね、こうちょっと、なんか、で、その外国とかでも。ああ、それはいいアイデアかもしれない。ハイチェアとか、高い、立って受付とかしていると、風になりにくいとか、いろいろあるらしいんですよ。まあ確かに会社、大手の会、なんか広いね、やっぱスペースのある会社によっては、いろんなタイプの机を用意してて、ミーティングも立ったままできるスペース。机のスペースとか、ソファーみたいに、とか、いろんなものを作って、こう、いい知恵が、やっぱりいい状態でいい、環境作り、いいアイデアが出るような環境を作ってる会社っていうのは楽しいと思います。ですよね、あるある。お互いの健康管理まで行き届いてますよね。うん、なんかそういう時代だとは思いますけどね。本当そうですね。だから体力もね、やっぱりその自分の健康管理をしないといけない時に、まあでも変えられないその仕事の内容とか方法ってやっぱあるので、そこをね、どうするか。でもやっぱりそこは本当姿勢良くしてて立って、だからできる範囲をね、ステップ踏むとか。ああ、なるほどね。うん。だってもうそれしかないもん、私も本当に時間なくて。そうですよ。だけども気づいた時にもうやっぱり、一応日本美容やってたんで筋肉がどの辺にあるかっていう感覚あるんですよね。あったか、過去形だ。今全部指紋になってるから。で、そんなバカな、それで、だから、どこ、関節のどこからどういう運動すると、どこの筋肉が鍛えられるかっていう感覚は少しあるんですね。だから、動かします、無理やり。え、なんか、下半身を動かした方がいいみたいですね。ここに筋肉がいっぱい集まっているので、太もも、太もをやるのが効率的って言われてますね、筋量を増やすのに。半分以上がその下半身についてるから、そう。それで、やっぱり脳にね、刺激が出るみたいですね、心臓が。そうそう。私、あれなんじゃないですか、うまくやっぱり下から血流を良くするには、それなりの筋肉がいるんじゃないかな。そうそうそう。それもいるって言ってます。いや、だからもう、時間を見つけるしかないんですよね。でもね、思った私、やっぱり50前に、やっぱり本気、なんていうか、それは必要な時間なんだなって。仕事のうち、寝るのも仕事のうち、休むのも仕事のうちっていうのと一緒ですよね。そう。体作りも仕事のうちっていう、ね。そう。それが最高の、やっぱり自分を作り、なんか自分、モチベーションとか、知能とかね、を生かしていく、環境作りっていうのをガラッと変えるのが本当なんだろうと。年齢に応じて。年齢に応じて、ね。年齢に応じて劣化しないでね、経験がつくわけだから。はい。逆に言うと経験を生かさないともったいないわけですよね。ずっとやっぱり40代、50代超えていった時に。それで人生終わりじゃなくて、そっからやっぱりそれ、やっぱいろいろ経験してるじゃないですか。20代から社会に出て。まあ10代の方もいらっしゃると思うんですけども、から社会もたくさんいらっしゃると思うんですけど、その経験ってずっと役に立つと思うんですね。別に押し売らなくても頼りにされた時にやっぱり役に立つ。だから、逆に言うと活躍していかなきゃいけないのが40代、50代、60代、70代、80代、90代、100歳とか。そうですね。自分の経験を糧に、他の方に、支え、いや、絶対大事。提供していけるっていうことが、そう。身をもって体験してますからね。だからそうなると、やっぱり体作りっていうのが大きな使命に、
使命と責任。ね、だからもしかしたら、ね、今日のね、あのメッセージいただいた。30代の方ああ、でもちょっと運動したら、なんかすごいファイティングスピリットじゃないけど、どやる気が出てきたら、その、なんかこう、おっくうだっていう気持ちがパンって跳ねて、楽しくなるかもですね、うんうんうん、飲み会が。うんうんそうですね。ガゼン。ガゼンね。わかんないですよね。それがこう人間関係で嫌なのか、自分がただ面倒くさくなってるのか。面倒な感じ。だったらそれは、やっぱりちょっと体鍛えて。そう。それと、あと人事評価に関係するのかなと思ったりしますが、別にいいやとも思います。あ、すごい、ね。ここも、えらいね、多分、考えてるよね。うん、そうそうそう。ってことはやっぱり形上ってことよね。うん人事評価それでされたらたまらんよね。やっぱそういうことってあり得るんですか？するんじゃないんですか？でもそれしていいとは、しては良くないでしょ、うん、だって仕事と関係ないんだから、うん、アフター5、うん。アフター5って、うんまあ、今5って言わないんでしょうけどね。あの、仕事外ですからす、ね、飲み会っていうのは仕事じゃないですから。そうですね。はい、そっか。飲み会まで仕事っていう理屈がわからないですけどね。昔そういうこと言う人が山ほどいたみたいですけどね。まあ、ノミニケーションとかね。ノミニケーションとかもう自分だけでやってくださいっていうね。いや本当にこうなんていうかやっぱり飲み会とか食事会ってそれを主催する人の心配りが、はいうんうん、どこまでお料理に選ぶお店にしてもその会話をみんなに振っていくうまく振っていくにしてもですね、うんうん、あれと一緒と思うんですよねあのセミナーとかのモデレーター、はい、司会者とか、はい、議論の時のファシリテーターモデレーターでそうあなたはどうですかあなたはどうですか、うん、ってこううまくあの、それぞれの個性を引き出して、で、最後、一つの方向に大きくはまとめていくっていう、まあ、あの、その能力が、うん、食事会の主催者には絶対求められていると思いますね。なるほど。で、私がやっぱり思うのは、これ、あの、やっぱりこう、食事会で楽しくない瞬間って何かというと、一人の人だけが大声でずっと喋り続けるって、それを他の人が聞かされる状態が1時間2時間っていうのがもう最悪の食事会だと思うんですね。で、確かに、その、喋らなくてもいいと思っている人や、あの、そんなにベラベラね、喋るのが得意じゃない人もいると思うんです。ただ、今、愛子さんも言った通り、一人の人が、こう食事会を囲んでるのに、一人の人の話題だけでずっと喋られるっていうのは、辛いわけですよね。だからそういう時に主催者が、うん、まあ普通、例えばそういう人の機嫌を損ねたらまた大変なことになるけども、うん、上手に、あなたは何とかさんどうですかってこう振っていって、うん、みんながこう参加してて、自分の存在意義がちゃんとあって、うん、そうですよね、やっぱね、主催、食事会をするなには、それ、主催者はそれだけのね、うん、責任があるぐらい思って飲み会開催してほしいです。いや、なんか、ね、はい。よく幹事っていうのは大変ですよね、うんうんうん、お店との交渉もあって、うんうん、参加者との交渉も、うん、その事前の準備もある、うんうん、そしてまあ当日もお金の回収とか、うん、その席割りだったり、うん、そういう進行とか、うん、さっきおっしゃったような、うん、全体のこうコーディネートをするっていうのがあって、うんうん、でも幹事をやれって言われるわけですよ、うん、めんどくさいけど、うん、自分のためになるって言われてできたんですね、うん、私も。どうでした？それを今聞いて、うん、あ、そうだったなと思ったんです、うん、やっぱり、うん、みんなに目配りするんですよね、うん、幹事って。そうなんです。今最後の忘れ物までチェックするしないといけないんだけども。お世話人なんです。結局世話をしないといけない。世話をする一人一人を完璧に。そうですよね。うん、でも、やっぱりその来た人がこうバランスよくその性格も踏まえてですよ。この人喋りたいだろうな、この人はあんまり得意じゃないだろうな。でも、こういう、例えば、この人らしさを出すには、こういうことを振ったらいいんじゃないかとか、うん、ここでこことここが話すと、うん、このプロジェクトの今年の良かった面をみんなに知ってもらえて、うん、実は水面下でこんな努力をみんながしてたとか、うん、いう自分から俺ってすごいだろうとか、うんうん、私すごいでしょとかって言わないでしょ、うん、言わない人がいい人ですけど。そう。私、まあ、言えないですよ。言えないですよね。ちょっと、厚かましい人いますけどね。世の中にはね。いっぱいいますけどね。だってしてない人見る人だったら、そうだね。二人もいるんだけども。そうそうそう。でもまあ、多くの人はね、ね、標準的に考えると、まあ、脳ある高は爪を隠すで、脳がある人こそ、控えめなんですよ。そうですね。だからこそ、そういうとこでちょっと花を添えてあげるとかが、うん、幹事の仕事の一つにあるのかなって今思って、本当、うん、気配りと、うん、こう言葉配り、うん、ね、そういうことが、うん、
あの、訓練とか鍛えられますよね。いや、結局訓練になってたってことですか、愛子さん、会社時代に。そう、いや、だからそう、会社員の時も、新人で、新入社員の時に、あの、歓迎会、自分たちが幹事の時に。あ、なる、新入社員で。お自分たちで感じ。で、みんなを笑わせないといけない。っていう、まあ、ちょっと通例があって、なるほど。で、もう当然みんなの性格なんか、先輩たちの、わからないんですけども、まあ、とりあえずこんなことをして私たちを知ってもらおうっていうようなところもありながら、そこからはまあ、初めの登竜門としてあったんですけども、まあ、その後も、いろんなあの飲み会を、こう、飲み会とか交流会とか、あの、イベントの、あのね、お世話をしていく中で、確かに、やっぱ全体を見るっていう力は、少しずつですけど、ついてきたのかなって今思いましたね、そうなんですよね。何でも、本当にその通りで、例えばキャプテンにした、私も振り返ればいろいろなリーダーさせてもらってまして、できたよね。で、で、弁護士会になっても、10年間ぐらいは割といろんな、その、沢会って言って、要するにか、季節の、やっぱ、花見でしょ ?4 月は花見、夏は納涼船、秋は、旅行、果物狩り付き旅行みたいな。で、冬は忘年会、年に4回の懇親会の準備担当の沢会っていうクラブ、部活っていうか、弁護士会の、それをやらせていただいたんですけど、楽しかったですね。やっぱりその、大変ですよ。めっちゃ、業務、日常業務以外の、プラスアルファですよね。そうですよ。だけど、だからこそ、何を思ったかっていうと、自分のしたいことを入れていく。そうなの。だからね、私思ったんですよ。今ね、誰が降りてきた、そうなの。いただいたのにね、この、まあ、言われていくのが、やっぱちょっとしんどいとかがあるけど、やらないといけないのかもしれないじゃないですか。まあ、年に何回とか。わかんないでしょ、その会社によって予算がある、いい会社もあるので、そういう時は、自分がね、行きたい日にちに、行きたいお店に行って、食べたいものを食べるとか、自分がね、主体的に感情したらいいんじゃないかな。大変だけど。そうな、でも大変じゃないんですよね。ねどうせ行くから。そうそうね。だから、やらされるっていうよりも、自らが、やった方がね、なんか、今ちょっと思いました。いいんじゃないかなって。いや、もうね、それしかないんですよ。だって、自分が来たお店を選べばいいんです。そうよね。こっちの方が、そしたら、テンションも上がるし、いいような気がしますけどね。いや、絶対いいと思う。ねえ。だってやっぱり何かに価値を作っていくことですよね。どうしても参加しなければいけないものがあるならば、もうそれを前向きにどれだけ自分で色、デコレーションできるかっていうところで、自分なりの付加価値を作っていくしかないと思うし、全部考えを切り返さなきゃいけないと思いますね。ですよね。だから今のデコレーションってすごいいい言葉だなと思うんですけど。クリスマスツリーが大好きなんでみたいな。いや、なんかですね。結局、今の時間をどれだけ飾るか、ね、ケーキも、シンプルであったとしても、それはデコレーションされているわけで、その、どういうふうに自分色に、自分の好みに、この時間を、この場所を、この空間をデコレーションするかっていうふうに考えていったら楽しくないですか？そう。ねえ。そうです。すごい楽しくなるような気がする。だからやっぱりあれなんだよな、物事ってどうしてもその場に行かなきゃいけないことって山ほどあるじゃないですか。はい、仕事となるとね。でもまあ、でも、それを嫌なことと思ってしまったら、本当に人生が嫌な気持ちのまま、ほとんどの人生の時間が嫌な気持ちで過ごす時間でこの命を削っていきますよね。そう、いや、仕事の時間ってすごくやっぱり私たちの人生で。かなりの時間を。ほとんどでしょ？ほとんどだと思いますよね。ほとんどですよね。だから本当にもう7割とか8割がどうしてもやっぱり仕事に関する、まあ私はですね、自分で仕事を、やっているので、経営してるからね、まあ、自分のね、仕事と人生っていうのは私は重なっている人間なんですけども、でも、その、切り分けない方が私は楽しめると思っていて、常に、その、そうだと仕事に生かす、人間関係に生かす、自分の成長に生かす。で、人間ってやっぱり常に成長していくことが、やはりこの輝きを保つっていう、
自分のデコレーションっていうのの幅も広がると思うし、うん、なんかもう、いや、デコレーション使いまくってるなと思って、そんなに、そんなに楽しかったのかなと思って嬉しかったな。デコル。デコルね。自分をデコル。そう。まあでは単純なデコルね。かぶり物違うか。単純なとか言ったらかぶり物ですね。かぶり物など。ツリーのかぶり物とか。など。サンタさんのかぶり物とか。そう。でも、なんかその、やっぱり、そういう、成長していく、進化していくためには、そうなんです、そうなんです。学び続けないといけないんですよ。そうなんですよ。だから、うん、億劫なものもいかに楽しいものを見出すかっていう愚直なまでの努力を積み重ねていくと、割と普通ではない人生を歩めると思いますね。だって普通の人はほとんどめんどくさいと思うものを、この人はめんどくさいではなくて、うん、こっからすごい、例えば ほとんどの人から砂に見えてるものもですね、うん、その人についてとっては常に金に見えて、金だったら、金を集める人生になるしね。うんだからやっぱり、ね、うん、さてつね、だから捉え方だよね。うん、そうそう、うん。いや、だからまあ、周りから見たら、こう、無駄とか、何やってんだろうとか、そう、ずるいね、うん、生き方もできると思うんですよ。うん、そういうめんどくさいことから、うん、離れるとか、うん。まあね。うん。嫌いなものから離れるっていうのも、一つあると思うんですよ、うん、選択肢として。うん、でも、やっぱり成長するとか、自分の幅を広げるとか、うんで、あと、私とかも、やっぱりその、うん、誰かの役に立つ会社でいたいとか、うんうん、誰か困っている人に手を差し伸べたいっていう、ライフセーバーみたいになりたいなと思っていて、うんうんうん、そんなのに、自分が溺れてたらしょうがないなとは思ってるんですよ、常に。うん、いや、お互いそうですよね。人よし悪よしですよね。だからやっぱりお互い救うには自分を救っとかなきゃいけないっていうのがありまして。そう、だから筋トレもいるし、うん。そうなんですよね。でやっぱりさ、自然っていうのがやっぱりあれじゃないですか、生成回復で常に進歩向上していっているものだから。やっぱりそれに、それ、人間もそれに合わせるのが一番自然なんじゃないかな。なるほど。そうですね。うん、そう思います。自然って変わりゆくでしょ？うん、変わる。人間もそうだと思う、うん。だからやっぱり進歩向上、生成回復していくのはすごく当たり前のことで、うんうん、それから避けると調子悪くなっちゃう。逆に言うと、うんうん、このままでいいと思うと、はい、八方塞がりになって、うん、このままでいいはずの人生すら苦痛になるかもしれません。つまり、うん、自分の楽しい時間はこういう時間だけなんだって決めつけてしまうと、うんうん、つまり進歩しないということは、現状維持ってなくて衰退なんですよね。そうそう。いや、そういうことなんですよね。そうすると、こう、自分で決めつけて、これ以上やらないって決めつけた瞬間に、うん、現状維持すらできなくなっていって、うんうん自分が描いてた、これだったら楽しいというものすら手に取れなくなることの方が多いんじゃないかな、っていうことはありますよね。うんうん、だから目標設定を、まあ、100にしてたら、だいたい8分ぐらい止まるわけですよ、うんうん、みんな。7分とか、うん。やっぱここがマックスですからね、うん、その下に行きますよ、ね。どうしてもね、うん、こう、ね。いや、そんなもんなんですよ、ね。だから、まあ、150とか、120とかを、うんうん目指していて、うん、おそらく下げ止まりでちょうどいい、うん。いや、本当にその通りなんですよ。確定する感じがしますよね。いや、だって150を達成するための努力するじゃないですか。うんうんうん、やっとこ、ね、やっとこさ、はい、それで100とか。100とか90とか、ね。人間ってそう簡単に飛躍できないからですね。うん、やっぱり150、ね、200を獲得するための努力をして、やっと80とか100とかね、うん、をクリアできるとかじゃないかな。今までの自分も部活とかいろんなことを、はい、ね、事務所経営にしても、はい、結局そうですよね。願った以上にはならないし。そうそうね。うん、だから、やっぱり、なんていうの、そこに、受け身で、過ごすっていう、そう。ことだけではなく、うんうん、そう新しい、仕事だけじゃなくてもいいと思うんですけど、うんうん、新しい何かに、ちょっとこう、チャレンジしてみるとか、うんうん、その、今、うん、しんどいなと思うのを、うん超えられる何かがいりますよね、うん。そうなんですよね。いや、だからぜひね、こういう会話をしてく、うん、メッセージを送ってくださって、はい、まあ、ね、詳しくどういう趣旨、会社の状況が、うんうんうん、って思いますけれどもね、うんうん今、いっぱいヒントがあると思うんですね。筋トレ鍛えるとか、で、やる気を出すとかですね。そう、体がだるくなってめんどくさくなってるのかもしれませんしね。うんうんあるいはね、やっぱり楽しみが、その中身の会話自体が会社の延長で、なんか、うん、会社でやればいいこと、話せばいいことなのにという、面白ない、身の少ない飲み会だったら、やっぱり自分で、この店に行こうと
かですね、うんうん、提案してみてもいいんじゃないかな。そうですね。そうですよね。うん、で、なんかちょっと、一人で行ったり、二人ぐらいで行ったら、うん、こう、分けられないような、こう、中華のお店とか、あるじゃないですか。そういうのは、こう、こういうバスで利用するとかね。うんうん、そういや、絶対それしかないんだよな。もう、なんでこれ言ってるか、うん、私自身がそうなんですよね。例えば、納涼船をやるときに、うんうんうん、何をその納涼船の中でやるかって、全部自分がやりたいことを全部しましたもんね。金魚すくいに駄菓子や、まあ、駄菓子とか、金魚すくい持ち運んだんですね。船に。もう、すごかったですけどね。すごい。バシャ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 、もう。マジで？金魚すくいも、ヨーヨーすくいでしょ？で、もちろん、専門釣りもそうだし、綿菓子機でしょ？それって機械とか借りるんですよ、レンタル、レンタル。まあ、自分たちでやる。自分たちでやります、弁護士が。で、弁護士の家族が来るんですよ。ああ、なるほど。納涼船って。だから、サワ会の、うんうん、若いメンバーがサワ会に入ってね、それやるんですよ、部活みたいに。でも、楽しかったですね。秋のレクレーションも自分が行きたいとか選んだんですよ。リーダーと、そういう担当の時に。はい、もう、だから、良かったですね。行ってみたいと、そう、焼き物を作りたいと思って、有田に行ったりですね。そうですね。いちご狩りしたいと思って、いちご農園行ったりですね。うん、いや、でも特権ですからね。特権ですよ。ね、うん、感じのね、うん。だから楽しみましたよ、誰よりも自分が、うんうん。ですよね。そうそうそう。だから最後は自分が楽しむっていう。そうなんですよ。こうね、覚悟っていうかね。うん、そういうのがあれば、うん。そうね、覚悟いるね。覚悟決めた方がいいね。うん、もうそういうもんなんだって。評価するならしてくれやみたいな。そうそうそうね。だから、流されるっていう。感覚ではなくてね。そうそうそう、感覚じゃなくて、流されないって思って、うん、利用したろうじゃないか、ぐらいのね、うん。そうですよね、うん。そっちの方がいいんじゃないですかね。本当。まあ本当にね、そういう話になりますよね。で、まあ、それでもって飲み会に欠席した時に辞めさせられたら、それ明らかに解雇不当解雇でパワハラですよね。人事評価、うん、だからそこは弁護士の領域になると思いますね、うん、弁護士と法的な領域になってくると思います、うん、もしそうですね、もしそういうこう不利益な扱いを受けたら、不利益な嫌味なり、うん、そうそう、言われ陰口とかずっと言われたら、うん、それはまあ人権侵害に、うん、パワハラですよね、うん、強要ですからね、うんうん、本当になるということで、うん、職場環境を悪化させたということで、うん、悪口陰口パワハラになります、うん、だから、まあ逆に、やっぱりその、うん、まあ来なかった人に対して、同僚としても、うん、まあそういうふうに、こう、ね、根掘り葉掘りいろいろ言えないっていうところも知っとかないといけないですよね。うん、そうなんですよ。だから逆に言うと、そういうと、うん、そういう場合って、まあちょっと今日のね、お話の方とは全然外れてると思いますけども、ほとんど、あれですよね、なんていうか、同僚もあの人だけ休んでからっていじめ出したら最悪で、やっぱり自分も休んだらいいんですよね。だから、その、お互い自由意志があるから、束縛される理由はないんですよね。はいはい、だからやっぱり、うん、そうね。だからやっぱりその、例えば誰かが欠席した時、あの人を欠席してからって、周りが言い出したら周りもパワハラですよね。そういうことでしょ？はい。いや、やっぱりそういうふうなね、雰囲気を作ってしまうと、そうです。そうです。よくないですよね。よく、なんていうかもう、パワハラです。ね、職場関係を悪化させてます。陰口悪口で。そうでしょ？だからやっぱり、同僚でもですよ。いじめにな、ね、つながったり。うん、そう。本当にこういうは、ね、うん、一言でこう雰囲気って変わるからですね、うん、どうしてもね、うん、まあ、そのあたりの、うん、評価、人事評価とかっていうところに関しては、どうなことがあればですね、それはもうまた声を上げて、全然いい話ですから、やっぱりあれなんですよね。昔みたいにその、指揮命令系統で押さえつけるっていうか、チーム一体感を作り上げる時代って、ちょっともう、無理なんだと思うんですよね。うん、で、どちらかというと自分の個々の意見を尊重する時代に確実に入っていってて、で、だったらそれで一丸と、それぞれ個性がある意見がある人たちを一丸にするには、一丸にするだけの意義と、魅力さえ、リーダーがですね、うん、目標を掲げたり、やってみたいという志を上げていけばですね、この指止まれて止まるわけですよね。はい、だから私はね、やっぱり時代が本当に変わっていて、ますますリーダーが、やっぱりその、ハートを掌握するっていうんですかね、うん、気持ちを掴んでいく時代でなければ、上からだからって言って、上司の命令だっていう一言でやる時代は当の昔に終わっていて、うん、やっぱり本当に上に立つ人の、やっぱり、
そういう魅力とか、やっぱりどっちの道に進もうとしているかとか、どこを目指しているかっていう水先がバチッと目標があって、それがみんなが憧れる夢とか目標で、それに参加してみたいとかいうものを、やっぱり提案できるリーダーが、やっぱり経営が成功したり、その部署のリーダーとしてもちゃんと仕事を全うできたりしていく時代に入ってるっていうことに、本当にどん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 気づいてらっしゃると思うんですけれども、そこのところをお互い、磨いていかないと、いや、なんか私は、なんていうかね、リーダーの素質とか気質っていうのを、みんなが持つべきだと思ってるんですね。そうです、そうです、そうです。だから、その通りなんです。この人がリーダー。私とかですね、やっぱり、得意なことも、得意なことも、私も一緒です。あるんです、ね。あるんです。で、それは全体の責任者なので、そのリーダーって言われるんですけども、でも、この部分は私がリーダーでみんなにこう、ね、これお願いしますって言って、じゃあいつまでにください。で、これをこう、どういうふうにしていこうって、引っ張っていく。いわゆるリーダーなので、導いて引っ張る。でも、例えばそういう、整理整頓とかね、そういうこととかのリーダーにはなれないんですよ。見通せないの。どうしていいかわかんない。まあ、私もそんなにすごい、整理上手じゃないですよ。ね、整理上手いますよね。います。だから、やっぱりそういうもの、空間把握とか、なんかこう、その、なんていうの作業効率とか、そういうことがわかる人は、その分野の、その、ね、管理したらいいんです。管理してくれたらいいんですよね。会社の業務の。そう、だから、進捗とか管理とかね。結構仕事って日常生活を含めて、やっぱすごい細々、そうです。分かれますよね。もちろん、もちろん。だからみんながね、何かのリーダーになっていったらね、いいんじゃないかなと思うんです。で、やっぱりその結局自分自身のリーダーだと思うんです。まずは自分自身をマネージメントするリーダーだと思うんですよ。だから自分の船のオールを人に任せてる場合じゃないと、まさにその船で。そうですよね。もうあの歌大好きですけど、その、お前のオールを任せるなんて、本当に自分のオール、自分の船、やっぱりしっかり漕いで、やっぱりどっちに行きたいのか、どういう人生を渡っていきたいのか、自分で自分のオールは手に取って漕がないと、人に任せてる場合じゃない。そうそう、人の自転車に乗ってる場合じゃないみたいな感じですよね。で、ただ、それが共同社会で生きている以上、一人で生きたら、一人で生きたってつまらない。やっぱり共同、社会の中で、社会共同、生き、まあどっちでもいいんですけど、生きてる中で、譲歩していかないとぶつかる場面が出てくるわけでしょ？はい。だからそこがお互い譲り合うポイントがつかめる、やっぱり感性があるといいなと思います。そうすると、個性を生かしながら、調和も生かしながら、いい人生がお互いに送れるのかなっていうふうに思いますけどね。そうですね。なんか自分の得意なことだけをあげつらってやるっていうのじゃなくて、やっぱり他の方の得意なことを尊重し合うっていうのができるとね。おっしゃる通りだと思いますね。そうですよね。ただ一方で最初にやっぱり愛子さんさっきおっしゃったそのリーダー、自分のリーダーシップは誰がもう持つべきだってまさにその通りで、やっぱり自分の個性っていう長所ですね。これはもう強みだっていうものは絶対ある。絶対一人一人あるんですよ。なんか自分ではね、わかりにくいんですよね。そう。だから人生で幸せだなと思うのは、あなたのここって長所じゃないって見抜いてくれる人に出会った人は、ほとんど人生の半分以上は幸運をつかんだとも言えるんじゃないですか。そうですね。気づかないとこを気づいて、あ、これが長所だったんだと思って。ましてそれが会社の社長だったり、なんかのサークルでもいいけど、それのリーダーだったら、それを活かして、また成長させてくれるわけですよね。だからやっぱり、常々こう法律相談とか受けさせていただきながら、その方の長所と弱点っていうのは常にやっぱり分かるものでもないかもしれないけど、私なりに気づいたところはやっぱりお話しさせていただいてますね。じゃなければ人生変えられない。そうですね。一つの問題を解決しても。そうですよね。そっかそっか。目の前のだけだからね。そうです。この先があるからですね。先の人生のためにお手伝いさせてもらってるんで。だから本当にそういう自分の長所を生かせる場所、場と機会を持てるってだけで幸せ、幸運じゃないですか。そうです、そうです。で、短所っていくら直そうと思ってもなかなか難しいから、ほとんど直せないと諦めた方がいいと思うんですね。それより長所を生かすことに全エネルギーと全筋肉を使った方がいい。そうなんですよね。そうらしいですもんね。いや、本当に。長所を伸ばすことの方が効率的なんです。だと思います。短所って長年かけてちょびっとだけ良くなったら割とかなり良くなったっていうことですよ。
短所なんで。うん。そんな簡単に治るんだったら短所じゃないんでね。うん、そうね。だからやっぱ愛子さんが言う通り、難しいところは人にお任せすると。うん、でも長所が圧倒的じゃないと、うん、そう楽しい人生でもなくないですか。やっぱりそれを自分がやっぱ責任持ってリーダーシップを発揮して、うん、自分の人生をどうありたいかっていうのは、やっぱりお互い、私も見出しながら、うんうん、また見出してもらう人との出会いを望みながら、願いながらですね。うんうん、そうですね。うん、いやだから、いろんな頼まれ事とかあると思うんですね。うん、そうですね。で、それが、私にはまだ無理とか、うん、いや、私そんなことまだまだできません、とんでもないとか、謙遜する人もいるんですけども、うんうんうん、でも、うんうん、やっぱ頼まれ事は試され事で。うんうん、おー、いい言葉よね、うん。なるほど。でも本当にその通りで、引き受けた方がいいと思います。ねえ。その人は頼んでるんだから。だから、そこに自分の長所につながるものがあるかもしれないわけですね。うんうん、頼んでる方は、そう見抜いてるわけです。そういうことです、ね。自分だけが足りないと思って、頼まないでって言ってるんだけど、うんうん、頼んでる方は、その人を信じてるわけです。そうですね。はい。だから頼んでるわけですね。そうです。ついでにとか、なんか、たまたま出会ったからとかじゃないから、ね。怖いですね。そう断りますみたいな。それは断っていいんですね。だから、私もやっぱり、いろんなね、ことを頼まれることも、まあ、面倒なこともあると思うんですけど、それで自分の成長になったり、何か、自分に気づかない何かがね、うん、そこから生まれたりもすると思うから、ね、前向きにやっぱりそれは捉えていったら、チャンスになるんじゃないかなとは思います、ね。思います。うん。ね。そう、だからやっぱり、こう、会社も、お互いの、こう、長所を、やっぱ、称え合う会社がいいな。うんうん。うんうん、いやだからこそ。けなしたって始まらないよね。そうそうそう。お互いを。できないことをね。できないことを。だからなんかこう。全員気づまるよね。できません、できません、できません。いや、自信なくす、ね。自信なくしたらもう。いや、でも自信なくって一番良くない、ね。良くないです。自分を否定しちゃうから。うん。そしたらもう盛り上がりがないもん、会社に。うん。心もね、ちょっと疲弊するし。折れるし、折れる。ストレスがかかると、体ってやっぱ冷えるらしいんですよ。で、冷えるとやっぱ病気になりやすくなったり。確かに確かに。体が痛くなったり、うん、そのね、血行が悪くなったりするので、うんうん。だと思います。やっぱりね、そういうふうな、愛に反するような環境づくりを自分から自らしないようにしないといけないし、あとは本当に、ね、うん、いろんな、特徴をうまく、多様性を、こう、集めた、そのチームっていうのができるとですね。うんうん、いいと思いますよね、うん。なんかこういう話をこう、させていただいてるんですけれども、こうやってね。はい。大事なことですよね。そうですね。で、やっぱりこう、そういう世界、やっぱね、弁護士やってて思うのが、はい、お一人の人の解決で終わるじゃないですか。うん、はい。だから、まあ、それがその会社に対する影響力ってほとんどないんですよね。うんうん、例えば裁判とかパワハラでやって、まあ、それ、まあ、慰謝料が認められたりとか、まあ、いろいろちょっと難しいんですけどね、うん、やっぱり、パワハラの立証が難しくてですね、でも、はい、訴えざるを得ないってことでやってるんですけれども、何件もなかなか難しくてですね。ただ、そういうふうにやったとしても、なかなか会社って、はい、やっぱ一人で向かっていってもですね、やっぱ変わらないんですね。数の原理があるからですね。はい。で、やっぱりそこが弁護士としての、やっぱその、無力さで、逆に言えば弁護士の経験を、やっぱりこういうふうな場所を提供していただいて、はい、もどかしさっていうのをお伝えさせていただいて、ずっと普段、そういう一つ一つの案件を通しながら、その組織が、うん、もしこうなったらよかったのにっていうことがあるわけですよね。うんうんうん、はい。そういう話を今日みたいにさせていただくのは、すごく私とっては幸せなこと、うんうん。そうですね、うん。いや、でも本当にそういう、こう、総合的な、うん、観点を持って、目の前のことを解決に、そうですね、導いていく。そして、相手の方の、まあ、未来も、その幸せな場を作っていく、うん、ということを、うん、共通認識を持ってですね、うん、やっぱ行くっていうことが大事なので、うん、やっぱりこう、私たちこう日頃、幸せな、反面、こう、平和ボケみたいなところがあって、うん、この、なんとなく生きてるっていうのはあると思うんですね。うん、なんとなく過ごしてる、うんうん。だけど、この、なんとなくっていうところを、自分の、うん、軸を自分のこう、うん、ハンドルを自分で持つっていうような、うん、さっきのオール、うん、船のね、うん、オールってこれですよ。歌いますよ、お前の。
歌いますよ。任せるなってやつですね。はい。ね、みんなご存知な、ね。大好きな歌なんですよ。やろうっていう気になるんですよ。空船聞くと。やるぜ任せないで頑張るぜっていう。そう、自分の人生の舵取りを自分でやるっていうふうに、ん、その、決めてですね、休むことも意思を持って休む。うん、ね、あの、なんとなく休むじゃなくて。うん、なんか、そうやって、まあ、行っていくと。いや、楽しいと思う。アンテナが張るから。うんうん、そうすると、いろんなとこに意識が出て、アンテナがバーンって立っていくんですよ、見えない。うん、そうすると、やっぱりいろんな人がそれで、あの、キャッチしてさ、うんうん、寄ってくるよね。うん、だから、それが上田愛子です。いや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 、そんなことないんですけど。まあ、やっぱりいろんな、ね、アンテナを張って、ネットワークを、ね、うん、あの、築いていくっていうことで、うん、私も、あの、なんか、なかなかと言いながらですね、やっぱ性格的に、やっぱり自分の意見をうまくまとめて伝えられないっていう方もいると思うんです。でも書けば楽とか、そうそうそう、あの、いろんなパターンがあると思うので、まあ、気軽に、うん、あの、連絡いただければ、こうやって、あの、まあ、一人、大体いろんな悩みとか疑問って一人だけじゃないんですよね。うん、多数が思ってるんですよ。そうそうそう。こんなこと聞いていいですかとか言われるけど、言われる、みんな思ってることだし、うん、今日の、あの、お便りもそうですよね。うん、ほとんど思ってる。多いと思いますよ。多いと思います。みんな。だから、この、まあ、それを吐き出すことと、うんうん、あとはもうこれ、この、まあ、目の前の問題から見えてくるものって、実はたくさんあって、うん、背景に。うん、まあ、それを一つでも何か、プラスになるものを今日のあのお話からですね、何か掴み取ってもらえたらいいなと思いますので、はい、またあのね、お便りもお待ちしています。してます。楽しいですね、はい、お便りいただくと、ね、本当にお題をいただいて、ね、あの、こっちも勉強になってるんですよ。はい、で、さっきあのあった、あの、会社でのその評価とかも、一つに、うん、まあ、ハラスメントの、パワハラ、ね、はい、パワハラとかあるんですけども、うん、まあ、今ですね、聞いたことないハラスメントの名前がいっぱいあります。例えばグルハラとか。グルハラ。はい。スメハラ。スメハラ。はい。エアハラ。ね、エアハラ。エイハラとか。エイハラ。ソウハラとか。なんかですね。何語ですか、まあ、はい。まあ何でもかんでもですね。まあハラスメントって嫌がらせとかね、こういうことですけども、まあちょっとこの、すごいね、まあちょっと、かなりいろいろと、あるみたいですから、はい、広がっているようなので、あの、次回ですね、の配信の時に、そうですね、このハラスメントという概念と、まあ、ハラスメントという言葉がどれだけ今読む中で、でね、あの、今あるのか、ええ、まあ、そういうところのですね、紹介と、私たちのちょっと勉強の場を作っていきたいと思います。うん、そうですね、はい、はい、ということで。勉強になり、はい、なると思います。うん、ですね。うん、あの、自分がやってるかもしれないし、受けてるかもしれないけど、まあ、世の中であんまりその神経質にならなくていいと思うんですが、うん、ならなくていいと思います。うん、が、まあ、こういう、今のね、概念があるよということをちょっと解説していただこうかなと思っておりますので、次回は24日ですね、クリスマスイブの日に。ハラスメント。はい、ハラスメント講座を。サンタクロースからのプレゼントです。はい。たまよサンタからの。プレゼント。ちょっと若干体型がですね、はい、サンタっぽいですけど。ね、この帽子かぶる。ちょっと色が黒い、黒くないのが問題ですけど、それもないです。それもないです。はい。ちゃんとね、サンタはフィンランドからね、今年の。フィンランド行ってから来ないといけないですね。ワクチン接種して、サンタの世界中の子供に来るっていうニュースがありました。フィンランド政府が一応そういうふうに発表しています。なので、そいいのはちゃんとサンタは来ますので。そうですよ、はい。私の今日のロースクールの生徒なんて、高校3年生まで、本当にサンタクロースがいるって信じて、うん、24日は夜10時に寝てたって。夜10時に寝て、ちゃんと靴下用意してたんだってさ。それで電気が、廊下の電気を明るくしてたんだって。で、卒業するときに、さすがにお母さんもまずいと思ったみたいで、あんたねって、あなたがサンタクロースがいるって信じられたらすべて親の努力よって。私も、息子に、もう、高校生まで、ずっとやっていたんです。枕元で。うん、でも、それに付き合ってくれて、ね、付き合ってくれてて。いつまでって高校生まで。あ、すごい。私、小学校3年生の時にお父さんやんって思ってからもう。もう絶対、絶対、バレないように、うん、もうずっとしていました。すごい。あ、愛子ちゃんが高校まで頑張ったってこと？うお、すごい。この高校生。かわいい。で、その時に私にもね、プレゼントくるんですよ。サンタクロースだからね。
で、だから、うん、あ、お母さんにも来たとか言いながら、その、自作自演でね、ずっとね、まあ、そういう。すごい、はい、いいね、はい、いいと思うよ。そんな、あの、こともね、はい、あの、夢のあることもですね、やりながら、はい、現実も生きていくっていう、ね、はい、感じです、はい。はい。ということで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。コメントもいただいております。ありがとうございました。ありがとうございます。12月、本当に、あの、いろいろと、忙しくってですね、あの、忙しい時期になってきますけども、あの、体、ちょっと筋トレとか、うん、はい、深呼吸、頑張ります、もちろん。しながら、はい、まあ、年末まで駆け抜けていけたらと思います。はい、次回は12月24日に配信予定となっております。はい。はい、では、今日も午後ですね、楽しい一日をお過ごしください。アブは、ナイスデー。ありがとうございました。ありがとうございました。